はい、今日の課題は専用ですね。扇を揺らすということで、なかなか風流な感じですね。今ではね、携帯のようなミニ扇風機でヒューってやったりもしますけれども、いいですね、扇。はい、はい、ゆっくり止まってから払いましょうね。慌てずに、そして羽を中に描きます。こういうふうにね、羽のように同じ字が2つ続いているときは、だいたい左をちょっと小さく、右の方やや大きくするといいですね。はい、底辺。抜く線ですね、左払い。これが難しいですね。まあ、右払いも左払いもいっぱいありますね、この字はね。縦はしっかりとって、辺より作りが落ちないように見てください。はい。